外出自粛、休養、失業、休校中に育てられる天才性、その15、完璧を目指す生理のエキスパート。I appreciate。 皆さんこんにちは。お宝才能発掘アドバイザーの高梨いつきです。私の得意なことは、皆さんの眠っている才能を見つけること。人は本来誰でも15色の才能を持っています。新型コロナウイルス感染拡大防止のために、長時間家にいる人が増えました。そこで年齢は関係なく、お家で育てる才能をご紹介します。ポイントは3つ。1、苦手なことを頑張るのではなく、時間を忘れて夢中になれる色で遊んでください。2、飽きたらあっさりやめて、次の色の遊びに移ってください。3、やったことを SNS やブログにアップしてください。今回はその15、お家で育てる白色の才能を説明します。1、白色の才能は何をすれば育てられるのか。白色の才能は博愛や自分軸を追求する力を育てます。この才能を育てるためには、犯してはならない聖域や整理整頓、自分の領域を守るを教えてあげることです。人と自分との領域を分けること、テリトリーを作ること、常にまっさらな状態から始められること、自分の心と時間を守ることの豊かで幸せな使い方は何かを義務にせず、遊びのように楽しく覚えていきましょう。例えば、断捨離をする、整理整頓をする、サンクチュアリを作る、自分だけのコーナーを作る、どこまでピカピカに磨けるか競争するなど、テリトリーや潔癖に関する経験で遊んでみましょう。今は外出自粛で仕事の時間が限られている分、家族との距離が密になり、依存したり感情をあらわにしやすい環境にあるので、それぞれの性域を守ることは重要になっています。2、白色はどんな才能になるのか。白色の才能は、整理整頓、清潔、順序や手順にこだわる、自分に厳しい、縄張りを大切にする、聖域を作る力などで自己肯定感を高めます。3、白色の才能をいつ育てればよいのか。この白色の才能を育てをするタイミングは、自分のものを貸してあげられない、自分だけにこだわる、心が狭い、人には厳しい時におすすめです。それらの症状は、白色の才能が育ててほしいよと教えてくれているシグナルです。すぐに完璧を目指す力に変えて、白色の才能を育ててみてくださいね。嫌がるのに無理やりさせるのは NG です。あくまでも本人がルンルン遊べるものから始めましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。 I appreciate。 高梨いつきでした。じゃあまたね、バイバイ。このチャンネルに高評価と登録をどうぞよろしくお願いします。